周回遅れではなくなりました。カーナンバー2番、これが先頭の車、現在先頭。さあ、それではちょっと抜くところを見てみましょう。インに入って、あまりスリップ使ってないみたいですね。1コーナーですけどね、これストレートで抜いてきたですね、はい、あそれも一番最後の方でね、あれ、この前の週にある意思表示がありましたね。そうですね、ちょっと抜きかかったんですよね、あれね、今あの1コーナーっていうのに、あの1車身しか通れないような感じですね。あもう外に出ると全部ダートの方へ出て行ってしまうっていう感じがありますんで、はいはい、とにかくこういう速い車になりますと、まあ、普通もうちょっと遅いレースの車とは全然コースの重みが違ってしまうって藤田さんは言ってますね。そうですね、ここの富士のコースでもやはりあの1コーナー過ぎての260R、はい、それから 300R、 ヘアピン過ぎての、ね、300R、はい、それから最終コーナーと、もうこの普通の遅い車だとこれコーナーじゃないんですよね。もうストレートとそんな変わらない程度なんですけど、やはりこういう速い車になるとそこがコーナーになっちゃうんですよね。これが 260R ですね。そうです、ここのところですね。ここでもやはりアクセルをちょっとこう車速を合わせてやるっていうね、それが必要になってきますよね。もうちょっと遅ければあのもうフルスロットで全開でいけるわけですね。ここは全開でいくとガッとこうカーブになっちゃう、コーナーになっちゃうわけですね。やっぱり車速の乗りようが早いですからね。おお、1台入ってきました。ローラーですね、67番の、これが今年のルマンでクラス優勝した車です。67番のローラー T616 の松田、非常に独特なスタイルをしております。 C2 にしてはちょっとボディが大きいような感じするんですよね。 C ですね、ですね、まあ、あの規定ははみ出してないとは思うんですがね、はい、もう少しコンパクトに作ればもっと速い車になるじゃないかなっていう気がしますけど、はい、さて現在先頭はカーナンバー2番のロスマンズポルシェ、それから第2位がカーナンバー1番のロスマンズポルシェ、これが抜き返しまして現在同一周回を走っております。そして第3位に60番のイセキポルシェ、ぼちぼち、これはベロフですね、交代ですね、はい、ベロフがワットソンが入ってくるのを待ってるわけですね。非常に若い26歳というステファン・ベロフ。第3位が60番の遺跡ポルシェ、第4位が7番のヨーストポルシェ、から第5位に10番のイタリアポルシェ、どうやら第6位にですね C2 が来てますよ。現在84番のですね BMW M1C、 やはり徐々にこう上がってくるって感じですね。まあ、前の車のリタイアっていうのはあるけど、かなり頑張ってますね、これは、はい、僕らは未来を手にしているのだ。カメラはより多機能に、操作はシンプルに。インテリジェントシューターキヤノン T70 新登場。得意だ、思いっきり走るんだ、たくましさ、ただいま勉強中、明日も輝いてください。オロナミン C は小さな巨人です。バレヨッシュバー
Le trottoir du trottoir. 背中には二人を酔わせるハートがある。走れば夢。ザ・ミッドシップ MR2 トヨタ。ワン・ツー・ドライブ。全部で226周いたします今年の、世界耐久選手権の日本大会、今210周目に入っております。今210周目、これから後の部分は実況生中継で皆様にご覧いただきます。さて、依然としてこれが現在の順位なわけですが、ポルシェが6位までを占めております。1位と2位が同一周回、それから60番のイセキポルシェは2周遅れということになっております。カーナンバー2番、これが依然として、トップを切っておりまして、これはどうやらもう相当時間的にも離れておりますし、あと結局マセさん、もう一度ですね、はい、もう5回の給油が終わったわけですが、はい、給油をするかどうかというのが非常に微妙なタイミングらしいんですよね。そうですね、10番のイタリアポルシェピットインいたしました。入りましたね。現在10番のイタリアポルシェは第5位におります。第5位。これでドライバー交代ですね。交代ですね、はい。マイク・サックウェルがおりまして、ねフィンケルホークが乗りました。あこれは、17番ですね。マツダの FC1 じゃないですか。そうですね、マツダの C1 カーですね。片山寄りのチームが乗っております。ロータリーツインターボ、あれまあこれはこういう煙は何なんでしょう。これはですね、はい、ターボが完全にいかれて、ターボのオイルシールから全部オイルが漏れてるってことなんですよね。なるほど。そうするとかなり重傷ですね。これはちょっとチェッカーが出るまで治らないと思いますけどね。これだと治りきれない、はい。17番は現在23位にいたわけですが、遺跡がピットアウトしますね。遺跡、これ遺跡は何回目のピットですか。遺跡はね、おそらく早めですから、これも6回目じゃないかと思いますね。6回目だと思います。じゃあポルシェのチームっていうのは全部6回は給油するってことですね。これそうですね、最後までとにかく一番遅く給油してたのがロスマンズなんですよね。ですからロスマンズが5回で持つかどうかというところですよね。そうですね、他のポルシェは全部6回だと思います。かなりも煙を吹いております。今年初めてデビューいたしましたカーナンバー17番マツダ 84G、 シャーシーはこれマーチのシャーシーを使ったわけですね。そうですね、C2 クラスではルマンなどにも提供のありますマツダでありますが、これは煙幕張られたようで全然前見えないじゃないですかね。そうですね。さあ、これでイタリアも出ていきましたね。イタリアポルシェ現在レースは212周にトップがかかっております。212周。石井さん、はい。遺跡ピットの森脇さんです。はい。今のピットインは予定外だったんじゃないですか。あのね、ガソリンを通常補給しますね。タイヤ交換をします。で、この前のピットとその前のピットでですね、オイルの量をチェックしてるんですが、ドライバーの後でですね、最中にオイルランプがついたというんで、我々も2ラップ近く4位をリードしてますからね。それでエンジンいたわる意味でもう一回ピットインさせて、それでガソリンを入れた、オイルを入れたんです。はい、森脇さん、ですからまあ予定外のピットですけど全然問題ないです。森脇さん聞こえますか。はい、聞こえますよ。さっきも何かちょこっとピットインして2度ピットインしたでしょ。はい、あれもその同じことですか。いや違います。あれはですね、結局ワークスの車はもうギリギリ38ラップ以上できるんですよね。ところがうちらの車はですね、プライベートの車38ラップできないんですよ。そうするとね、ワークスは速くてですね燃費がいいと、はい、我々の車は遅くて燃費が悪いわけですね。そうするとですね、はい、結局燃料補給を5回で行きたいんですが、はい、そうはうまくいかないわけですよ。はい、まあ、我々は特にうちの車を追っかけ回しましたからね、ワークスの車を。
で 一時は2位を走ったでしょう。そうですね。でガソリンをかなり食いましてね、はい、それで30リッターだけガソリンを補給してさっき出てったんです。なるほど、ちょっとだけ補給したんですね。そうです。それでその後はですね94リッターを入れましたから、はい、これでガス欠する心配は全くないです。これで最後まで走り切れると、コンピューターが壊れたりなんかしない限り、はい、問題ないです。あ、そうですか。ですからあの今のオイルの補給だけね、本来ならば、もうちょっと用心してれば入れちゃえばよかったんですけど、はい、あのね、オイルレベル的には全く問題がなかったんでいらなかったんです。あ、はい、昨年ねあのトラストに乗っていた藤田さんがこの放送席にいてね、やきもき見てらっしゃいますよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。あの全然問題はないから、はい、ペースとしてはねヨットとかキャノンとか他よりも全然うちなんかペース早いし、はい、上げのサイン出せば上がるしですから全然大丈夫です。あ、そうですか。本当はね1台ぐらいワークス食いたいんですけど ね、はい、そうですね。ちょっとダメですな。どうもありがとうございました。頑張ってください。はい、どうも。はい。